ピンポンパンポン。この動画には、以下役。はい、毎度、アインです。毎度どうも、ゆっくりマリサだぜ。ナイトハルトです。解説役の達也です。前回はポンプ式ショットガンを作成、アルベルトを監督したところです。アヌビスとかもできたので、拠点で頑張ってもらいましょう。お前には、そこで働いてもらいたい。で、今回はその続きでラベロットを突つ。移動速度強化がどんなものか楽しみ。そうだな。てなわけで、今回も行くぞ。行くぞ。ここだと分かりにくいので、第2拠点で見てみますか。賢明な判断だ。というわけでラベロットのパートナースキル、草原のスピードスターは一緒に出ていると、プレイヤーの速度を1レベルで 20% 上げるものですね。結構違うな。なかなかやるな。では一度普通の速度。石の屋根から端まで走ってみますね。次はラベロットあり。明らかに速いですね。このスキルは、プレイヤーの移動速度上昇という効果なので、グライダーにも適用されますね。ただ、ラベロットを出している必要があるので、そこは注意が必要という感じでしょうか。さて、そんなこんなで編集時点ではレイドボスアプデがやってきました。ほう。追加としては他に何があるんだ？詳細は省くというか、細かく言うと30分以上かかるので。何？へ、そんな膨大な。レイドボスに伴う、アイテム関連や建築、バランス調整や UI の変更、便利機能追加 SE 追加等、不具合修正なんかもありで、一部不満点も解消され、以前以上におすすめできるゲームとなりましたかね。おお、ええやん。素質が見えるようになるメガネとかもあるので、さらなる沼になることも確定したわけですけどね。厳選とかいう時間がいくらでも解けるやつ。うちで変更かかるのはもう少し先ですかね。では帰るぞ。そんな未来のアップでの話はさておき。今回はまだ倒してないボスを倒しに行きましょう。わかった。お？この場所ってことは戦うのはあれか。以前ちょろっと見かけたやつですね。よく覚えていないのだ。見えてきました。ほう、強敵登場だな。見えん見えん。おう、ブレス系のスキル多そうだな。そうかもしれん。よいー。でもあそこだと戦いづらいですね。そんなわけでレベル45レビドラ。大型の水流なこともあり、水辺から出てこないこともしばしば。ただ属性としては水だから、雷メインのこちらとしては戦いやすいか？弱点はついてますが、さすがにレベルが高くて硬いですね。なかなかやるな。お、こっちまで来ました。あんまり奥まで行かれると、こっちのパルがスタミナ切れになるからな。アルベルト頼んだぞ。カントスのビリビリゴムでも300いかないか。それでももう1900は削れてるので、相性は大事ですね。アルベルト、無事だったか。案外減ってるからボルトラにチェンジ。普段は戦闘に出ることはないですが。なんだ、良いかよく出るじゃないか。結構重ねて這いますしね。レビドラのサイズのおかげで、ラインサンダーがフルヒットしてあんな感じになったのか。真相はそういうことだ。アルベルトにも同じのを装備させてればよかったですね。あっちはクールタイム重視で回しやすいスキル構成だからな。そうい。お。よろしく頼むぞ。無実の罪で、
渦潮へ落とされた賢者がレビドラとなって蘇り、国を滅ぼしたという伝説がある。何か知らないパッシブスキルがついてましたね。かようだったか？固有パッシブスキルですね。高レベルのボスパルについていたりします。このボスレビドラについてる海王は、水属性攻撃ダメージ増加プラス 20%。 へぇ、そういうのがあるんですね。つまりは水属性パルにこれをつけたいなら。はい、このレビドラを使って配合していくことになりますね。ご苦労だった。気に入ったパルにそこらを詰め込むのは長くなりますね。いや、ほんと長くなりましたよ、白目。序盤のパルニココラから配合ルートは長くなるもんな。そうかもしれん。あ、微妙に高ぶえさて、今度はアヌビスのところにやってきたぜ。47レベルでかなり高いですね。力を試すのにちょうど良い相手が現れたな。属性で有利ならベロットも10以上離れてるもんな。ベスキーちゃんのスキルとかも草をセットしておきますか。よしよし。うお、手招きからの圧倒的強者感。お前を倒せなければ神を超えることなど夢でしかないな。というわけで、暗き太陽の守護者アヌビス、強力な度技と小柄な体格からの体術が得意。今までのボスパルに比べて明らかにサイズが小さいよな。う？どうした？ショットガンを撃った時に変な動きしませんでした？サエフェクトとともに変な移動してるな。はい、アヌビスは一定確率でこちらの攻撃を受けるとステップを発動するんですよね。ステップ、これはショットガンで助かりましたね。ラベロットのパートナースキルのもう一つの効果で、アインの攻撃に草属性が付与されてるから案外通るな。うわ、ラベロットが灰色ダメで1300減ってたぞ。これは雷属性のパルで受けると1発で終わりそうな。いや、近接少ないゲームだと思ったけど、アヌビスはえらい多彩な動きするな。見事なものだな。各パルが持っている固有スキル、通常1ステードなところ、アヌビスは3種もの固有技を所持しています。あ、何？そりゃ見たことない動きをするはずですよね。今後他のパルでも作業の動きを有用したりで、近接技が増えることを期待。確かに採掘や木こりは専用モーションでやったりするもんな。そうかな。うわ、ベスキーちゃんも結構痛そう。だが、あっちの体力も2割程度だ。このまま押し込むぞ。了解。ほんと避けますね。連射タイプの武器だとかなりきつそうだ。ショットガンが切れたおかげで、ハンドガンですもんね。ビクトリー。いやー、さすがにレベルが高いおかげで経験値がうまいぜ。あ、でも捕獲できませんでしたね。ウルトラスフィアだと結構厳しかったかもだし、最上位のスフィアを作ってから試してもいいかもしれないな。そうかもしれん。さて、その後はメインで連れている子を重ねまして、この重ねてるパルを素材に使えるようになって楽になったよな。 0.2.1.0 だとそこもさらに便利になってまして、一度の合成でパルのランクを一気に最大まで上げることができるように変更。おお、そりゃすげえ。見事なものだな。ヤミイカちゃんが貫突。何？また襲撃か。雑魚か。相変わらず世話しないぜ。そういえば、捕獲したこの子はどうしましょうか。
か要は配合で使うとして、水やりが4というのは大きいですね。そうだな。でも問題は大きさ。おう、でかいな。邪魔。ボスサイズですもんね。ボスレビドラは最大級のサイズですからね。運用する場合は形状がない場所のが詰まりにくいですね。わかった。こうして見てみると他のパルトの差がすごい。息が詰まる。実際画面が狭いのは確かだな。この感じだと大きめの拠点で出したいですね。そうかもしれん。地味に3カ所目の拠点はまだだしな。といったところで今回はここまで。よろしければいいね、高評価、チャンネル登録等をお願いします。またね。さらば。